ち着く。ここに放課後来たのなんか久しぶりじゃね。ほんとだね。最近ずっとアトリエライブに向けて練習練習だったし。それな。でもこんだけ練習してるんだからマジでヤバいライブになるって。頑張ろうね。てかそれよりこれ見てよ。じゃーん、虹2。あ、その虹色のスムージー、トウコちゃんが一時期ハマってたやつだよね。でも2ってことは新商品？そうそう、夏の新作ドリンクの中に入っててさ、これは飲まないとって思ったわけ。でもなんで夏の新作ドリンクなのにほうじ茶味なんだろう。爽やかにレモンティー味とかの方がよくね。確かにそっちの方が夏っぽいかも。ま、これも美味しいんだけど。じお、どうしたの？いや、改めて見るとやっぱりすごい色してるなって。でも懐かしい、トウコちゃんが虹ワンにハマってる時にみんなで楽器を買いに行ったよね。そうだっけ？そうだよ、楽器を買った後みんなでカフェに行って、あの時はずっとドキドキしてた。友達と放課後出かけることなんてあまりなかったから、ベースの重さとか冷たい感触とかすごく新鮮で、これから新しいことが始まるってワクワクもしてたな。マジわかる。私もギター見た瞬間ビビビって体中に電流が走った。てかそう考えるとあの日からいろんなことあったよな。ライブもめちゃくちゃやったし、月の森音楽祭だろ、サークルでもやったし、スーパートークコレクションも開催したし。ライブってほんと楽しいもんね。バンドをやってなかったら会場中が一つになるあの感覚は味わえなかったよ。わかるわかる。はあ、今度のアトリエライブもマジ楽しみ。そういえばそろそろ招待する人を決めないとね。15人っていうのが難しいよな。呼びたい人めっちゃいるからなかなか絞りきれないっていうか、さよさんにランさんにカオルさん、それとおたえさんにみさきさんも、学校の子もだし、なんとか全員呼べる方法ないかな。全員呼んだらアトリエに入らないよ。ななみはもう決まってるの？実は私もまだなんだ。すごく悩んでて、モカ先輩もリミリン先輩もアリサ先輩もハグ先輩もヒナ先輩も招待したい人が次々と浮かんでくるんだ。私の場合こうやって誰を招待するか悩めるのもバンドのおかげだね。マジそれな。バンドをやってなかったらこんな楽しい毎日になってなかったと思う。まだまだこれからだって。この虹2みたいにもっともっと楽しい毎日になるから期待しとけよ。ん？虹2みたいに？人生は虹色って言うっしょ。それを言うならバラ色だよ。でも虹色か。あ、フウスケからメッセージ。なになに？今学校出たけどどこにいる？レコードショップに行こうと思うんだけど一緒に行かない？だって。いいね、行こう行こう。じゃあここで合流ってことで送信。本当にバンドを始めてよかった。バンドを始めてモニカのみんなに出会えて私の世界が変わったから、これからも虹みたいにキラキラな青春を送れたらいいな。